浦和競馬場付近の空中写真。1989年撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成浦和競馬場。スパット4加盟競馬場。船橋競馬場。大井競馬場。川崎競馬場とともに、南関東公営競馬を構成する。本校では併設されている。 中央競馬の場外勝馬投票権発売所であるウィンズ浦和についても記述する。戦前に存在したカスキ競馬場の移転という形で1947年10月5日に浦和市の浦和記念公園内に設置された。初開催は1948年4月19日。戦後の現行競馬法に基づいて地方公共団体の主催として最初に開催された。 地方競馬の競馬場である。出展1600メートルのスタート地点は第3コーナー途中にある。通常スタート地点のポケットはある程度の直線が確保されるが、この1600メートルスタート地点のポケットは直線部がないに等しく、本コースに出るにはちょうど直角に曲がらなければならない。コースの幅も十分確保されているとは言えず、 枠一つ外に行くごとに半馬身の距離半でと形容されるほどに外枠は不利とされる。そのため、中央競馬所属を含む多くの機種から日本一難しいスタート地点と評されている。場内の公認予想屋たちも1600メートル線での枠順の有利不利を無視した予想は無謀というほどである。第3コーナー付近では、 機種がが殉職するる。落馬事故が2000 2年以降に2件、発生している第4コーナー最終からゴールまでの直線が短く、コースの幅が狭いことなどから、第3コーナーから最終コーナーでの位置取りが、レース上極めて重要なポイントとなるため、競争馬の能力と同時に、機種のレース中の駆け引きや競争馬の操縦にも一際、高い技術が要求される、裏輪のコース形状も、 要因となっている。コース内を一級河川の東江門川が第3コーナーから第2コーナーへと交渉面に並行して流れており、コース上には橋が2箇所存在する。前述の1600メートル線も第3コーナー過ぎの橋の上からスタートする。2019年の JBC 競争開催に向け、コース福音の拡大とそれに伴う第3コーナーのスパイラルカーブ化が行われた。 これにより、平成30年度第12回開催より2000メートルの競争がフルゲート11頭から12頭に拡大される。場内の名物グルメとしては、揚げ物の種類が多く、アジフライ、天ぷら付きおにぎり、チキンカツ、キュウリや黄色いカレーライス、コロッケなどは、競馬関係の読み物やインターネット、時にはグルメ本や、グルメサイドでも紹介される。また、 マグロカツも人気が高く、来場者が多いとき、特に、裏分けは開催日には早々と売り切れることがある。場内には、母子福祉売店が設置されており、売り上げの一部が、母子家庭など厳しい環境に置かれた、児童、幼児や、その保護者の生活の不助改善に役立てられている。なお、同様の趣旨の店舗は、同じ県内の川口オートレース場にも存在する。 2011年6月より、3号スタンドのレストランが、ヘギそば店にリニューアルされた。場外発売日も営業。コース内を通過する一般道が2本通っており、競馬非開催日及び場外発売日にはコースを横断して通り抜けることができる。内馬場,場は、浦和記念公園として整備されており、競馬開催日以外は内馬場,場に立ち入ることが可能である。 競馬非開催日及び場外発売日の利用可能時間内は一般開放される。利用可能な開門時間は次の通り。内場場内に大型モニターが設置されており、場外発売日も稼働しているが立ち入りが制限されていない。そのため競馬場来場者が大型モニターで馬券の検討したり、レースを観戦している前で子供たちや犬が遊んでいたり、 ランニングしている人が横切ったりするといった、のんびりとした光景が見られる。災害など緊急時のためのヘリポートがある。これは、競馬場内の設備としては、全国初のものであった。水害対策のため、中央部には、浦和競馬場調節地も設置されている。住宅密集地にあり、公害、中外の原因になる、ナイター設備がない浦和競馬場では代わりに、 白母競争が導入され、2005年度から実施されている。2017年度より最終競争の発送時刻を17時10分に、2018年度からは第一競争の発送時刻も11時10分に統一していたが、2021年度は5.7月開催を通常より1時間ほど、8月開催を30分ほど遅らせる。2017年現在は、 事情所属の場外馬券売り場を管理保有していないが、全国の一部専用場外発売所で、相互場外発売には加わっている。ナイター競争の場外発売は多情に先駆けて行われており、特に大井競馬場開催では、年間を通じて浦和競馬場開催時に匹敵するか、それを上回る来場者がある。 場外発売日は曜日によってスタンドの利用箇所が制限される。また一部売店は休業する。場外発売日には従来の駐車場の他にスタンド前、北門駐車場や内場場内南側の一部区画も一般駐車場として使用されるため駐車場の収容能力や利便性が大幅に上がる。なお、内場場内駐車場は原則として多い競馬。 川崎競馬のナイター場外のみ利用可能であり、昼間開催は利用できない。また、雨天日や雨上がりなどで水溜まりができる場合、閉鎖されることが多い。土日開催日は一部の駐車場は閉鎖される。2012年2月19日より、日本中央競馬会からの一択により JRA の勝馬投票券の発売が開始されている。発売署名称は、 ウィンズ裏は、発売日は、日曜日、祝日、GI 競争思講週の土曜日並びに1月5日及び12月28日となる。GI 競争の金曜日発売並びに、GI 競争の来週の土曜日及び、代替競馬開催日の発売、払い戻しは行わない。発売エリアは次の通り、地方競馬の場外発売と重複する場合は、原則として、 第7投票所で地方競馬を発売することとし、中央競馬の発売と発売場所を区分する。そのため、地方競馬開催日は、第7投票所で、中央競馬の馬券購入、払い戻しはできない。なお、地方競馬がナイター開催の場合、会場地方競馬馬券発売、払い戻し開始までは休憩所として開放されるので、利用自体は可能。また、 第7投票所内にある軽食堂も会場時間から営業している。変更される場合もあるので、浦和競馬の公式 HP で確認されることが望ましい。指定席は、正門指定席券売場にて、原則として開門時刻の20分前から先着順に発売する。駐車場、有料。スタンド前、第二駐車場、北門前駐車場が利用できる。 なお、大井競馬のナイターなど、ナイター地方競馬が同時開催される場合、地方競馬馬券発売、払い戻し開始時間前後より無料で利用できる。後に、地方競馬共同トータリゼータシステムを利用し、地方競馬施設で JRA 主催競争を場外発売する J プレイスが他の競馬場で行われるようになったが、浦和競馬場での JRA の馬券発売は、 引き続き JRA のシステムにて行われている。別の J プレイスで発売された馬券について、浦和競馬場で払い戻しを受けることは可能である。ただし、所定の払い戻し機を利用する必要がある。発売。発売なし地方競馬としては現在は、南関東のブロックに属しているが、開設当初は現在廃止となっている北関東の宇都宮競馬場、足利競馬場、 高崎競馬場、小賀競馬場などとも人馬の交流が行われていた。昭和20年代には長教師や馬帝が馬を引き、徒歩で北関東の各競馬場まで遠征していた。人材についても、浦和の旧社関係者については、高崎競馬場の名長教師であった塩の七郎の一門の系譜を組む人物が多く存在する。ちなみに、南関東では、 大井の的場文夫なども、塩野の孫弟子にあたり、中央競馬に転じた内田博之も、塩野の総尊弟子である。宇都宮競馬場廃止後、事実上のフリー騎手となっていた内田敏夫が2012年4月12日より、小島一郎級者の所属となった。元名古屋競馬所属の吉本隆史が休務員を経て、2012年6月1日付で、騎手免許再取得をした。 中央地方指定交流競争のスタート以来、浦和競馬場の交流重賞では、地元馬の勝利が長らくなかったが、2018年のテレ玉杯オーバルスプリントで、地元のノブワイルドが優勝した。同馬の馬種は、前田ノブテルである。他の競馬場においては1998年に、f イサッチが、船橋競馬場のマリーンカップに、2014年に、ジャジャ馬ならしが、 その競馬場の兵庫ジュニアグランプリに2017年に元 JRA のブルドッグボスが森岡競馬場のクラスターカップに勝っている。なお、一時期南関東の重賞競争を勝てる馬もなかなか出ないことがあったが近年は2012年から2019年まで8年連続で南関東リーディングトレーナーとなっている国母里支給者などから多くの重賞勝ち馬が出ている。 調教などを行う旧舎は1969年まで浦和競馬場とその周辺にあったが、周辺が宅地化し、周期などの苦情から1974年に浦和市上野田の野田トレーニングセンターに集約移転された。このトレーニングセンターは、1967年の埼玉国体の馬術競技のため、野田馬術競技場として造成され、国民体育大会終了後は、 浦和競馬のトレーニングセンターとして使用することを想定して2倍以上に敷地が拡張整備された。当初はその後に競馬場自体も騒音問題から旧車と共に移転し、跡地に県営球場などの移転先とする構想もあったが、実現には至らなかった。なお、トレーニングセンターが先に移転し、後から競馬場自体も移転することになった事例には、 名古屋競馬場がある。競馬場周辺のかつての旧車跡地は住宅地や競馬場の駐車場などに転用されている。競走馬は馬運車で浦和競馬場まで運ばれる。コースは旧車胸区画の北側にあり、一周線50メートル。土地形状の都合から極めてコーナーのきついコースで、コーナーでは馬を全力で走らせることが難しく、このことが 浦和所属場の強化の妨げになっていると言われる。また移転後の1980年、近隣に東北自動車道が開通し、渋滞発生が多発する浦和本線料金所からも近くなったことで、センター周辺の待機条件が設置当初と比較して悪化し、競争場への影響を心配する声もある。周辺住民の要望もあり、屋外の場内放送は、 やや小さめの音量で行われている。着順確定の時にファンファーレが鳴る。浦和競馬に慣れていない馬はこれを聞いて入れ込んでしまうこともある。後日のホットステージ浦和競馬は場内放送でも流される。2011年第1回開催より場内放送のマスターが一新され場内テレビの HD 化となった。これに伴いパドックやババ入場の際に 裏 R という表示が画面の左上に馬体重表なども HD に対応するようになった。対応当初はインターネット配信サイト、場外向けにはこれまで通り4、3での配信となっていた。2012年10月29日からの船橋競馬場外発売より場内放送のオッズの画面が一新されて、各係式ごとの人気順、後輩等順、 無投票の組版などの情報も取り入れられている。レース実況時以外は画面左に各ョッツ右側に場内映像という逆子の字型画面になっている。11月4日からの川崎開催では川崎競馬場内も裏は同様のオッツ画面となった。かつて低迷期の平成13年度には累積25億円の赤字だったこともあるが、 平成21年度決算において、黒字化に転じ、平成23年度には、埼玉県と埼玉市に1億5000万円の配当を、実施、平成25年度は2億8000万円、平成26年度は3億円、平成27年度は3億2500万円、平成28年度は3億5000万円と毎年度、配当額が増加している。解説当初は、 田畑の中の競馬場であったが、現在は住宅密集地の真っただ中という立地条件になっており、メインスタンドからフェンス越しに民家が見える。特に交渉面のフェンスと民家敷地の間には歩行者と自転車が通れる程度のかなり細い未細い砂利道があるだけで、フェンスと民家の敷地とは10メートルも離れていない家が多くある。スカパーの 南関東地方競馬チャンネルでは全レースを放送している。2012年4月からはダートグレード競争を同年10月からは重症競争をグリーンチャンネルで放送している。2017年4月26日からテレビ埼玉の第2チャンネルにてファンタスティックダート浦和競馬中継の番組タイトルでメインレースを中心とした2時間枠で放送する。 2017年度は重症開催びの水曜を中心に13回放送する。2018年度より開催全日程で中継を行うことになった。ありがとうございます。